つて天空には栄光の王国があった。国王は王位継承者第一位に暗黒の国へと行き、創世の真珠を探すよう命じた。こうしてかの者は真珠を探す旅に出た。しかし彼女は騙され、自身の高貴さを忘れてしまう。そして自らを暗黒の国の王女だと思い込むようになった。でも心配はいらない。なぜなら王位継承者第2位の者が旅に出たからだ。これは君の長い旅の気候であり、君たちの真珠の歌である。何か私試合をしよう。次は何に会えるかな。ダルカビ様、私がお前を勝利に導こう。行こう。時間は有限よ。あら、出かけるの？
雷戦。これはお仕置きよ。巫女修行の会議では一連の修行を終えた後に祝詞を正確に暗唱できれば直解を得られる。に宮司代理になる、つまり正解の修行はとても過酷なものじゃ。数々の試練を乗り越え戒律を守らねばならぬ。この修行において秘訣はただ一つのみ、夜こっそり盗み食いをするときバレないようにすることじゃ。
巫女修行の会では一連の修行を終えた後に祝詞を正確に暗唱できれば直解を得られる。人間にとっては簡単じゃが、狐族にとっては最も困難と言える部分じゃ。何せ狐じゃからの。宮司代理になる、つまり正解の修行はとても過酷なものじゃ。数々の試練を乗り越え、戒律を守らねばならぬ。この修行において秘訣はただ一つのみ。夜こっそり盗み食いをするとき、バレないようにすることじゃ。わらわは鳴神大社の宮司。こたび参ったのは大社の勅令により何時の一挙一動を見定めるためじゃ。そう緊張するでない。ただの建前に過ぎぬ。正当な理由で休暇を取るにはこれが必要なんじゃ。ほれ、早くわらわに面白いことを見せてくれぬか。最近の八重堂の小説は異世界転生ものが多すぎる。自分たちの世界がそんなにも不満なのじゃろうか。大半の者の一生は紙に書いても数行にしかならず、そのほとんどが退屈な物語なんじゃ。わらわにとって普遍も一種の美、はあ、じゃが俗世とはいつまでも変わらぬまま続くものではない。雨が降ると全身の毛髪がびしょ濡れになってしまう。みな雷を恐れているようじゃが、わらわが雷の音を聞いて覚えるのは親近感のみじゃ。雨が降ると全身の毛髪がびしょ濡れになってしまう。まだ霊知が芽生えておらぬ小狐は餌を求めて雪の中に飛び込むことがままある。ん？わらわがそうしているところを見たいじゃと？たわけ。おはよう。なんじゃその元気のない姿は。よう眠れんかったのか。よもや昨晩悪事を働きにでも行っておったのではなかろうの。ふむ、困ったの。昼毛は何を食べるとするか。近頃はずっと油揚げを食してきたゆえ、たまにはさっぱりとしたものが良いのじゃが。そういえばシャブ行家の娘に久しく会っておらぬ。あそこへ行ってあやつの作った菓子でもいただくとしよう。今宵の月はなんと明るいことか。このまま何もせぬのは実に惜しい。わらわと一緒に月の下を歩かぬか。嫌とは言わせぬぞ。そろそろ床に着く時間じゃな。雷鳴も聞こえぬ夜ではぐっすりと眠ることもできぬ。永遠とは己の持っているものを失わぬこと。じゃが別の視点から言えば、さらなる可能性を諦めることと同じじゃ。この世とは常にそうであり、すべてを手に入れることなど誰にもかなわぬ。人間は実に面白い。じゃからこそわらわは好きなんじゃ。たとえ周囲に過ぎぬ命であっても、まばゆい光を放つことができる。中には長い時を経ようとよどむことなく光を持つ者もおる。そのような人生を読むのはわらわにとって大層楽しみなことなんじゃ。つまらぬ。この本もあの本も実につまらぬ。はあ、こやつらは一体どのようにして作家になったのじゃ。そうじゃ、
汝の経歴を書き下ろし八重堂に送ってみてはどうじゃ。きっとわらわが楽し、きっと皆にお受けするじゃろう。鳴神大社にいると毎日のように視界に入るゆえ、時に目障りに思うこともある。じゃが楽神王はすでにわらわの運命と深く関わっておるのじゃ。わらわのことがもっと知りたいと断りはせぬが、相互利益を重んじるのが世の常というもの。わらわを知りたいのなら、汝のことと交換するのはどうじゃ。わらわが最も好きなのは他人の物語を読むこと。次に好きなのは他人の困った顔を見ることじゃ。この二つが合わされば相まってさらに面白いぞ。安定した日々を送るのは実につまらぬ。きつねうどんを聞いたことはあるか。実はただ油揚げをのせただけのうどんなのじゃが、油揚げにうどん、どうじゃ。聞いただけでおいしそうじゃろう。まったくもって漬物だけは受け入れられぬ。グッピーにしてもキビヤックにしてもひどい匂いじゃ。わらわは鳴神大社の宮司として、そのような不潔で不浄なるものを飲み込むことは決してできぬ。今日は何時の誕生日じゃったか。御年の祝令を今ここに迎え、あだ桜の命において何時が求めんとするもの、何時が願わんとするもの、明神のもと精神を持ってその加護を何時に与え。うむ、こんなところか。これからも望むものを手に入れ、万事が順調にいく良き一年になることを祈っておるぞ。律令、呪言、直、具現化せよ。姿を残さ。神道の権限、幽玄なる雷帝、雷光意図美しきかな。何か面白いものはあったか。これだけとは。早くわらわにも見せてくれぬか。このままではいかんの。遊んではいられぬ。さて本気を出すとするかの。ふむ、遊びすぎたようじゃな。惨憺たる結末じゃ。ここで止まれば永遠は。その程度か。面倒じゃの。やっとわらわのことを思い出したか。面白きことをしに行くぞ。ふむ、何時からの誘いであればよかろう。
愛人様のご加護のもと、信望の木が続けます。やっとわらわのことを思い出したか。無事でいられますように。雷神様のご加護のもと、信望の木が咲き続けますように。やせい。なる神様、あの人が無事でいられますように。せいよ。雷神様のご加護のもと、信望の木が咲き続けますように。あの人が無事でいられますように。あの人が無事でいられますように。具現化せよ、具現化せよ。姿を残さ。はっ。律令。大様に打ち明けてみてはいかがでしょう。よっ。
注文やや直遊んではいられぬ律令具現化せよ。はっ、やっ、はっ、はっ、はっ、おせ、はっ、やっ、やっ、やっ、はっ、はっ。